自民党総裁選、17日告示、29日投開票に出馬表明している岸田文雄前政調会長は5日、テレビ番組やインターネットの動画配信に相次いで出演した。乱戦での勝利に向けて、ネックだった発信力を強化。かねて宏池会、岸田派は政策に強い陰謀、政局に弱い公家集団と揶揄される中、あやふやさを排した物言いをするなど岸田氏は武将になったとの声も出始めた。前日に続くテレビ出演では、新型コロナウイルス患者の病床確保に向けた法改正を強調。アフガニスタンの日本大使館のアフガン人職員らを自衛隊機で救出できなかったことを踏まえ、自衛隊法改正を検討する必要性も訴えた。コメンテーターを務めた元大阪市長の橋下徹氏は番組終了後、SNS に音声を投稿。昨週の総裁選時に行った候補者討論会での岸田氏について検討するとか議論するとか、そういう言いぶりが多かったとした上で1年前とは違うと指摘。前回の総裁選と比べ武将になってましたねなどと話した。公家集団の宏池会の中で岸田氏も行儀のいい世襲議員の殻を破れず、世間的には存在感が薄かった。その公家の長が、発信力と存在感のダブルアップに向けてニュー岸田を演出。8月26日の出馬表明会見では、国民の声などを書き溜めたという岸田ノートを右手で強く振りかざすらしからぬパフォーマンスを展開。今月2日の政策発表会見では岸田ノートの延長線に位置づけられる。質問や意見を受け付ける岸田ボックスの解説を目玉と言わんばかりに取り上げた。この日、YouTube ライブ配信では岸田ボックスに寄せられた質問に回答。財務省のポチと呼ばれていますが、ご存知ですか?との質問には謙虚に受け止めますと答え、長所と自負している聞く力のアピールにも余念がなかった。ただ、思惑通りに運ぶかは見通せない。今回は議員票の他に、世論に近い党員、党友票がある。菅義偉首相の退陣意向表明を受け、共同通信社が4、5両日に実施した全国緊急電話世論調査で、次の首相に誰がふさわしいかと聞いたところ、岸田氏は 18.8% で3位。河野太郎行政改革担当相、石破茂元幹事長の後陣、を排した。岸田派幹部は出馬表明時の勢いがなくなっていると焦りを隠さなかった。より非常に小さい野党一斉反発、より非常に大きい野党は5日、新型コロナウイルス感染が拡大する中、自民党総裁選の争いが活発化していることに関し権力闘争に明け暮れている。政治空白を作っている責任は重い、福山哲郎立憲民主党幹事長、と一斉に反発した。福山氏は取材に今はコロナ感染防止に全力を尽くす時期だ。疑問に思っている国民は多いと批判。共産の小池晃書記局長は菅首相の後継政権になる以上、国民の批判をそのまま受け継ぐことになると指摘した。立民、共産党、国民民主党の3野党は今日6日に国対委員長会談を開いて今後の方針を協議し、攻勢を強める構えだ。